カマキリは。活かしてない。活かしてないぞ。全然活かしてないぞ。参ったな。全くもって活かしてないな。なんてことしてくれたんだ俺は。自分に恥ずかしいぜ。活かしてなさすぎだろ。ね。活かしてないよ。こんなクラゲ室へどうしたんだよ。いやそれがさ、活かしてないことをしてしまって。すっぴーすっぴー。寝てるやないかい。眠い。仕方ないな。もういいや。あ、なに？カルちゃんに相談する。カルちゃん。おーい、カルちゃん。あ、いた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 。カルちゃん。お前そっち向いててもいいや。飲んでてもいいや。聞いてくれよ。何何？いやちょっとね、やっちまったんだよ。まずこの格好がダサい。おいダサいっつか、カルちゃんも同じ格好やないか。たまたまじゃん。どうしたんだよそのダサい格好。ダサくないわ。どうしたんだよ。なんで同じ格好してんだよ。ダサいってこの間言ってたじゃないか。面白いから。それはいいんだけど、やっちまったんだよ。ん？間違えてデータを消してしまったんだよ。そしたらランクが1から始まって、なんとか6まで上げたんだよ。なんてことをしてくれたんだ俺は。生かしてないね。知らないよ。だから武吉さんに相談しに行こうと思って。はい。デシデシ言ってるだけあってすごいかもしれないし、行ってくるよ。ちょっとスローモーションで。スローモーション。何やってんだよ。あ、ねえねえ、あの、亡くなっている人の、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。何、何、何、何か悪口言う。何も言ってないよ。悪口言っちゃダメよ。違うよ、あ、亡くなっている人に私の友達だよ、つってんだよ。じゃあ、とりあえず、武吉さんとこ行ってくんね。はい。おい、武吉さん、いらっしゃいやし。バトルで活かせる武器を見ていくでし。私もいるよ。おお、アナケナさんにカルちゃんでしね。何しに来たでし。いやちょっとね、武吉さん、俺やっちまったんだよ。間違えてスプラトゥーンのデータ消しちまってさ。ここでしね。バカでしね。言いすぎじゃない。カスでしね。めっちゃ言ってるわ、悪口。むしろもうゴミ以下でしね、なんつって。でし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 。最悪なやつ。なんだよ、そこまで言わなくてもいいだろ、武吉さん。まあ仕方ないですね。そうなったらもう頑張ってバトルに勝つしかないですよ。ということで、今アナケナさんのランクは6でしね。特に6で使えるようになった武器はでしね。プロモデラー MG。私が使ってる。あとまあここら辺ですし。ここら辺で雑いな説明。雑いな。まあ好きなものを選んでいくでしょう。まあでも今使ってるそのスプラマニューバーは使いやすいですね。そうか、じゃあスプラマニューバーでいいか。これ使いやすいんだったら。いやーでもそのスプラマニューバーではやっぱりダメですよ。このスプラシューター別注を買うでしょう。いやーいいよスプラマニューバーで。いやいやいや、確かにスプラマニューバーがいいと思う。いやいやいや、スプラシューター別注でしょう。いやいやいや、スプラシューター別注よ。ちょちょ別注、なんかわけわかんなくなってきたでしょう。いやいやいや。いや、どうしたんだい、アナキラ君。いやちょっとね、武吉さんがうるさくてさ。もう靴買いに来ましたよ。そうなのか。じゃあまあ靴見ていってくれよ。とにかく、いやアナキラ君、また見に来たでしか。ねえ、スプラシューター別注買いに来たでしか。ねえねえねえ、これおすすめでしでしでしよ。ぜひぜひでし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 。どうしたの。いやちょっとね、武吉さんがめちゃくちゃうるさくてね。こっちからも聞こえてたよ。やたらとさ、スプラシューターの別注を買わせようとするんだよ。もう俺始めたばっかりで、あんまりお金も持ってないのに。まあ持ってないことはないけど。結構持ってるよ。帽子、あ、この帽子イカベーターキャップ。それ生かしてる帽子でしょ。これもらっていいですか。いいよ。やっべ、これめちゃくちゃいいやん。いいよ、それね。買っていくの。いやいや、これいいじゃないか。ずっとマスクしてたからね。ありがとうねー。いやー、武吉くんじゃない、間違えた。君が武吉。私。アナケナくん、スプラシューター別注買いに来たでしか。ねえねえ、スプラシューター別注でしょ。ほら、すぐ帰るよ。5300円。ね、あなた2万円ぐらい持ってるから、すぐ帰るじゃないですか。ねえ、すぐ買っていこう。あ、さっきの。違うよ、ちょっと違うよ。いや、ちょっとね、武吉さんがうるさすぎて。武器にしては大好きすぎて、ここまでいつも聞こえてる。あ、そうだったんだ。
ちょっとこの間からダサいダサい言われてたからね。それいいんじゃないん。これか。こっちもいい感じだな。いや茶色の方がいいと思うぜ。あ、これがいいかい。うん、よし、じゃあこれにするよ。 OK。 履いたまえ、装備したまえ。ありがとう。いや服とかいいね。やっぱ見てるだけで楽しいよ。いやーぶっちゅ、間違えた。いやーなきなきやっぱりやっぱりスプラッシュータン別注会社。あ、ちょ、なんでこれ勝手に戻されてる。あ、ちょ、買わせる。あ、このまま買うぞ。これはどうやってだ。ぶっちゅ、ぶっちゅ、おい、何をしてる。あ、君にハッキングをしたでしね。買うでし、買うでし、買うでし。うわ、買わされた。あ、うわ、ゾンビまで。なんだ、ブキチ、ブキチは。どうしてんでい、あのキレイク。ブキチさんにスパシュッター別注買わされたんだよ。まあ、気を落とさずにその武器使ってみなよ。もしかしたら強いかもしれないしさ。あと、その靴も買ったら生かしてる靴買いなよ。うわ、めっちゃ生かしてる。わあ。よし、じゃあこれも買うよ。なんだ今日は、フル装備で買い物してしまったな。よし、とりあえずバトルに行こう、母ちゃん。はいよ。よーし、なんかフル装備買っちゃったんでね。まずはカルちゃん来る前に肩慣らしだ。肩慣らしといこう。いくぜ。本当にブギさんが言うこのスプラシューターベッチューっていうのは使いやすいのか。今割とね、ランクが6から使えるやつだし、5300円もしたしね、使いやすいの。あ、なんか食らっちゃった。なんか食らっちゃった。私は見てるよ。やべ、バッセイ。ギャルちゃん見てる。うん、見てるよ。ちょっとスプラッシュタッペッチュー頑張ってみるけどね。ナイス送ってね。オッケー、ナイスナイス、ハモンだった。ナイスナイス。もう遅い。ナイスサマー。お、いいいい距離だ。なかなかいい距離だ。マニューバーとは違う距離だね。まあ、また違うと思うよ。そういう意味では使いやすいのか。塗りを。あ、倒した、ピピさんは倒した。今、9番ボール出ました。やるじゃないか。よし、行くぞ。そうか、スペシャルはマルチミサイル。そうだよ。なるほど、サブウェポンは吸盤ボムだからちょっと違う感じだな。今まで使ってたのはクイックボムだったからね。なんかね、ベッチューって書いてあるとなんか吸盤ボムのサブが多いかな。わー、やべやべ、スライドで避けてきたよ。スライドでうまく避けてきたね。わー、相打ち、相打ち。くー、今のは相手はデュアルスイーパーか。強そうだね。今の接近戦だとスプラマニューバーだったら結構倒せてたかもしれないな。うん、ちょっと距離を考えた戦い方をしないといけないね。確かに難しいね。お、アーマーだ。ありがとう。よし、ついナイス送ってもいいかも。あ、でも見て、やっぱり後ろから狙われちゃったらさっきの人だね。うん、でも相手はピンチだ。相手はなかなかいい感じだぞ。頑張れ。もしかしたら武器さんが言うこの武器なかなかいいかもしれない。スプラシューターペチュー、みんな使ったことあるかな。あるでしょう。ちなみに俺は初めて使ってるよ。そうなの。そうだ、ガチの。ほんとガチで、ほんとだ。6ランクだし。あそこ近寄れない。9番ボムで置いておこう。 OK、 いい距離だ。今の距離だね。結構遠くからちょっと遠くがいいね。ナイス、ナイス送ると、あのちょっとだけスペシャルが止まる。よ よし、今のところ勝ってるぞ。 あの人狙ってたみたい。デュアルスイーパー、危ない。デュアルスイーパーやっぱり強い。ちょっとあれだね、回避ができないからな。うーん、でも周りの人たちが強いのかな。かなり戦いやすいかもしれない。それもちょっとある。ずっと緑色の場所が多いねえ。よし、あともうちょっと、少しでもチームに貢献するために塗ろう。遅くない。さあどうだ。おお、だいぶ勝ったんじゃない。スプラッシューター別注でなんとか勝った。周りの人のサポートもあったからかな。うん、それもあると思うよ。わあ、すごいね。みんな結構塗ってた。うん、よし、スプラッシューター別注、ブキチさん、なかなかいいチョイスじゃないか。意外にいいチョイス。あー、敵だね。そうだね。でも、スプラッシューター別注の力をカルちゃんに見せてやる。私はヒーローモードをクリアしたよ。おー、
すごい銃だ。いいね。よろしくでい。みんなよろしく。カルちゃんにだって負けてられませんよ。なんかナイスいっぱい送ってくれる人がいっぱいいた。やばいな。チームワークがいいってことか。負けてられない。俺のスプラッシュトッペチュー。そういういい人だ。スパシューパッパッチュー、うん、スパシューパッパッパッチュー。そんなに、あ、まじだ。近い近い近い。ナーミンさんにやられちゃったよ。スプラマニューバーコラボいいな。俺も早くランク上げていかないとな。スプラマニューバーランクが低くてさ。なんでって、そうデータを消してからだよ。いやもうほんと困ってる。すごく困ってる。データを消すもんじゃない。ピンチ出てるね。よし、一人倒した。ピンチ出てる。ピンチ出てるの。え、もうすでに。え、ベッチューどころじゃねえじゃん。え、ベッチューとかいうレベルじゃないじゃん。いた。今の今のロックオンしてるの見た。あー、あ、カルちゃんだ。どうしてやられた。スプラッシュボムじゃん。ハンターイカさんにやられた。こっちのチームピンチです。俺のベッチューパワーが出ないみたいです。パワーはないです。ベッチューパワーオン。そんな吸盤ボムなのでやられない。何今のはカルちゃんか。カルちゃんはヒーローシューターだ。なかなか距離が取りにくい武器だぜ。強そうだ。クリマンジュー、クリマンジューさん名前すごい。よし、いった。どこだ。おい、囲まれてる。カルちゃんやないかい。カルちゃんにやられた。やばい、こっちのチームボロ負け。マジか。俺のスプラッシューターベッチュの力が全く火を吹かない。これは参った。参った、これは参った。かなり参ったね。よし、これはね、あんまり塗りに徹する武器でもないしな。私は塗り倒しどっちもです。よし、なんとか反対。塗りやすいし倒しやすいし、ほんといい。あ、いいな、そういう使いやすそうな武器が。これヒーローモードで全部全部のコースをこれでクリアしないとダメだから、めんどくさいですよ。もちろんヒーローモードのデータも消えた。やばいねー。せっかくさ、クリアしたのに。知ってる、クリアしてたね。何もかも消えた。すべてが初心者。危ない、カルちゃんの。あ、いたんか。カルちゃんのやつや、カルちゃんのやつ。いたや。ロックオン私にしてないのね。見えてるよ、もう。ダメし、ダメだ。強いよ、みんな。ベッチュー、ベッチューどころじゃない。それより勝負に集中しな。ベッチューじゃなくて集中。あう、ベッチュー相打ちした。あー、もうこれ負け負け。勝ったみたい。へぇ、ちゃんと塗りなよ。塗ってるよ。みんな塗ってるのか。みんなどうだ、塗りはどうだ。みんなほら、みんな塗ってないじゃないか。クリマンジュさん同じ武器使ってたんだ。仲間だね。じゃあ私も同じ武器にしたらいい。別注コラボでした。コラボ。はい、別注コラボ負け。あ、またか。またか。どうもカルちゃんとは味方にならないね。ね、同じになりたいのにね。じゃあそんなに強そうなら私も同じ武器を使ってみようか。別注コラボ。カルちゃんも別注だ。これは負けてられない。武器さん、どっちの別注が強いか、よくと見てくれよ。同じやろ。よしよし。おった。やべ、いたみたい。さあ、オレンジベッチュー。もう塗ってるの分かってるよ。そこで塗ってるんでしょ。分かってるよ。俺はオレンジベッチューだ。今狙ったのは。インク不足、インク不足。パパパを倒しって書いてある。倒したんだね。倒したの俺。やった。知らなかった。あー、ももせちゃん、ももせさんを。オッケー、ね、オッケー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 、いいぞ。今度は別注押しだ。俺の別注が押してる。はい、いた。カルちゃん別注だ、カルちゃん別注だ、カルちゃん別注だ。あぶねえ、あぶねえ別注、あぶねえ別注、あぶすぎ別注だ。オッケー、別注、いいぞ別注。今ね、いい感じです。別注が、別注、別注、別注。どこ行った、どこ行った、どこ行った。やつはどこ行った。いたよ。後ろ後ろ。オッケー、ナイス。今囲んでた二人。私に狙ったね。わかんない。それはわかんない。さすがにわかんない。行くぜ。俺のベッチューが火を吹いている。
私別注。あれ、アナキナに寝やろうとしたらその横の人だった。キチさんのおすすめ別注。あ、カルちゃん別注。カルちゃん別注に負けた。さすがカルちゃん別注。アナキナ別注より強いということですね。それはただの武器の相性だ。あ、誰だ誰だこの私マルチベッチュ。たまたまじゃん。だってわかんないもん。マルチベッチュが飛んできたぞ。気をつけろみんな。なんだよ。オッケー、怪しい。やっぱりあなきなか、ね、その洋服なんか目立つ。あ、そう目立つ。活かしてるからね。うん、活かしてるから、なんかキラキラしてる。うんうん、酒菜の方が良かったかな。いや、良くない。ダサい方が嫌だ。ダサい方が良かったかな。嫌だ。やった、誰だ。知らない、知らないよ。俺じゃねえよ。ミミミミさん、ミミミミミさん、ナーミミ、ナーミミ。なんかあの人スペシャルかなって。別注で塗りまくるしかないな。別注だろうがなんだろうが、塗って塗って塗りまくる、それが俺の戦い方だ。みんなそうだ。方向性さんを狙ったんだね。よし、二人やれるか、やれないか、逃げられたか。なんだよ、あと一人どこ行った。いや、見失った。まだいる、いけるか。もういやろ。いける、何がいけるって言ってんだ。ほら、いけるか。いけない、もう勝ってるんだからいい。いけなかった。ボールドマーカーだ。ボールドマーカーは強いよね。よし、なんとか別注。アナキナベッチュ、火を吹いた。やったぜ。結構塗ったんだけどな。いやいやいや、お、ベッチュで、お、1位取りました。私も1位。あ、カルちゃんもベッチュ1位。ベッチュ1位取れてるじゃんね。え、いいんじゃないの、ベッチュ。スプラシューターベッチュね。うん。よし、これが待った最後のベッチュだ。どこどこ。俺のダサい格好のベッチュは、私の武器なんだ。オクトニア、マルちゃん武器を変えてきたみたいだな。じゃあ何だと思う？ボールドマーカー。ただのボールドマーカーじゃないよ。なんだと？ただのボールドマーカーじゃない、どういうことだ。じゃあ何でしょう？高かったのか。いるわ。マルちゃんちょっと、やべやべ、助けて助けて。ナイスや。なんだよ今の人。ただのベッチュじゃないっていうことを見せてあげよう。いくよ。ナノベッチュじゃない、高かったみたいな。違うわ。そういう問題じゃないっつうの。ベッチュなのかそれ。違うよ、私ボールドマーカー7だよ。ベッチュじゃないじゃん。ボールドマーカー7だよ。あー、強い。スペシャルが違うんだよ。スーパージャクチじゃなくてね、ウルトラハンコだよ。なに、それもしかして武吉さんに勧められたのかい。違うわ。違うのか、武吉さんが勧めてこない武器。やっぱ武吉さんが勧める武器より武吉さんが勧めてこない武器の方がいいってことか。違うわ、ランクの問題だ。お、これちゃん倒したの。俺が倒してない。あたこのパブロ、オッケー。やっと倒したぜ、パブロちゃん。パブロちゃん、パブロちゃん。パブロ使ってる人の名前な、なんて言うんだ。うちのチームにもウルトラハンコがいるみたいだ。よし、上の方。あ、カルちゃん、ウルトラハンコ。カルちゃん強い。ウルトラハンコでバンバン倒してるし。やばい、カルちゃんが大暴れしてる。やばいやばい、おるおるおる。おるおる。あー、やられたみたい。さあ、あの武器、武器さんは俺に進めてこなかった。だってランクで出ないもん。そうか、武器さんがどうとかじゃないんだ。ランクが低いからだ。俺にせんか。ランク上げないとね。ランク上げてこその武器ですよ、皆さん。でもね、ランクが低いからって全部武器が悪いわけじゃないんだ。いい武器もあるよ。オッケー、このね、スプラシューターベッチューなんかいい武器に決まってる。はい、使いやすさで言うと、まあ、うん、どうだろう、うん、え、うん、うん、普通かな。普通なの。どっちか言うと、自分はあんまり使わないタイプかな。あー、誰だ誰だ。ベッチュー、ベッチュー、ベッチュー、ベッチュー言ってたら、ベッチュー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 じゃねえ。ベチュベチュ、カルちゃんにゲッチューさせたよ。今度からスプラシューターゲッチューっていうのを出してほしいな。何それ。いけ、9番ベチュー。ベチューじゃなくてゲッチューなんだ。あー、惜しい。どう、これは負けてる。俺のベチューどう。い
よっしゃ、泣けなべっちゅで、なんとかこのべっちゅ、スプラべっちゅ使いこなしてきたよ。負けた。ありました。やった、結構塗ってる。うわ、カルちゃん1位、すっげえ。まあこれ、武器師さんに勧められた武器だけど、まあまあいいんじゃない。よかったよね。よし、ランク上げていこう。カルちゃん。はい、何よ。いや、なかなかね、この武器さんが勧めてくれた武器、スプラシューターベッチュ、使いやすかったよ。まだまだ ね、でも他にも武器があるだろうし。うんうん、そうだよね。あの、こっちにおしゃべり夢中だ。そうだね。武器師さん、ここじゃねえ。だからそこでもないわ。ここでもね、武器師さん。武器師さん、いらっしゃいやし。バトルで行かせれば。おー、アナケナさんですね。どうでした、スプラシューターベッチュ。よかったですか。無理やり進められたけど、そんなに悪くなかったよ。使いやすいっちゃ使いやすかったね。まあそれにね、他にも武器はあるでしからね、懲りずにランク上げて他の武器も使いに来るでしよ。今度は自分で選びなよ。そうだね、もっとランク上げて、もっと自分の使いやすい武器を探しに来るよ。武器さん、パス呼ばわりしてごめんですね。バカだったりアホ。なんだよあの武器さん、ほんとバカとかアホとかいっぱい言ってくんだけど、困るよねほんと。はい、ということで今回はスプラトゥーンで武器さんに無理やり進めれたスプラシューターベッチュを使ってみました。いやー、スプラシューターベッチュね、カルちゃんも使ってみたけどどうだった。スプラシューターベッチュも悪くはないでしょう。まあちょっと消えちゃったデータは元には戻りませんけど、頑張ってランク上げてもっと自分の使いやすい武器を探したいと思います。はい、それじゃあ今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。みんなのおすすめの武器も教えてね。あれ、ダサい服になってる。本当だ、またダサくなってる。あの、今